でも私が住んでる沖縄なんかだと塩害が厳しい。コンクリートの表面から塩分が入り込んできて、いつの間にか中に入っている鉄筋が錆びてしまうというような状況が多々多くあって、ステンレスの鉄筋が一番いいんじゃないかと言われてはおりますけども、なんせ高価だということに対して鈴木商店さんが扱っているボルトとかネジとかっていう分野では非常に重宝されるようなものになるんじゃないかと実際思っているんですね。どこから一番最初に錆びてくるかというとやっぱボルトから行かれてくるんですね。ボルトの、頭の部分が花が開いたみたいに錆びてきて、こう指圧強度が落ちてしまう、あるいはネジ部分が錆びてそこから切れてくるとか破断が落ちるとかっていうようなことがあるようなことをよく伺っているんですが、ロングウッドだと今まで土木で使ったのはほとんど、まあ、防食って言うと、まあ、塗装をするか土付けの余裕アイメッキを使うんですけども、まあ、余裕アイメッキだとどうしても厚みで、腐食から対抗しようということになってくると、ネジ山部分うまくネジが締め切れないということになって、再度もう一度ネジを切り直したりとかということ作業工程の中であって、そうすると幾分かやっぱりのあのメッキが乗っかってはいるんですが、そのメッキがやっぱりある時期メッキが剥げるってわけではなくて、こうサビが早く来てしまって、せっかく余裕アイメッキの金をかけて使ったのに、そう他のボルトと変わらないロングウッドはちゃんと薄膜でメッキができるということを考えると、そういったネジの切り直しもなくちゃんとボルトが締められるということは、ボルトが一番そういった鋼材において欠点であるのに、それが長く錆びずに持つということになると、ものすごく長寿命化していけますし、鉄筋についてもそうですけども、長寿命化していくということを考えて可能性が高いなと思います。